はい、こんにちは、レトスノーノです。9月27日の3問に入る前に、本日も合格者様からいただいたアドバイスを共有させていただきます。本日は試験中の気持ちの切り替え方に関してです。それは1秒でもいいので深呼吸をすること、これだけです。緊張していたり難しい問題が続いて平常心を保てなくなったりした時にすごい効果があります。緊張だったりとか不安だったり、そういった気持ちを断ち切ることができます。1秒、一瞬目を閉じて深呼吸するだけで我に返ることができます。ぜひ試験中気持ちを切り替えたくなったら、ぜひ深呼吸をしてみてくださいということです。これ実際私も使ってました。で、これ緊張とかよりもやはり例えば、権利関係14問解くだけでも相当疲れるんですよね。で、その疲れを取るためっていうのが、まあ、少し気持ちを楽にするために深呼吸をして、まあ、休憩みたいな感じですね。まあ、ただもう何十秒も休憩するというよりも、ここにも書いてある通り、もう本当にまあ1回か2回深呼吸するだけですね。まあ、これだけで気持ちってやっぱりちょっと安らぐんですよ。そうすると問い15からまた気持ち新たに取り組むことができたりするんですよね。だから私はそういうふうに分野が終わるごとに深呼吸してました。まあ、そういう使い方もできますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは本日の3問に入っていきます。土地及びその土地上建物の所有者が同一で、ある状態で、土地に抵当権が設定され、その実行により土地と、地上建物の土地所有者が異なるに至ったときは、地上建物について、法定地上権が成立する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。法定地上権の成立要件は、以下の3つです。で、この3つを全て満たす場合のみ、法定地上権が設定されます。1つでも満たさない場合は、法定地上権は成立しません。で、3つの要件って何かっていうと、1つ目が、抵当権設定時に、まず土地と建物が存在している。かつ、土地と建物の所有者が同一である。これがまず1つ目の要件です。2つ目が、土地と建物の一方または双方に抵当権が設定されている。三つ目が、競売が行われて土地と建物の所有者が、異なるものとなった、別人となった。この三つが要件なんですね。ちょっと一つ一つ見ていきましょうか。で、まず一つ目なんですけども、抵当権が設定された時に、すでに土地と建物が存在している、かつ土地と建物の所有者が同一であると。この点見てみましょう。土地及びその土地上建物の所有者が同一である状態で土地に抵当権が設定されって書いてあるので、抵当権が設定された時すでに土地と建物はありますよね。で、さらに土地と建物の所有者は同一だと。したがって1は満たします。で、2つ目、土地と建物の一方または双方に抵当権が設定されること。今回土地に抵当権が設定されているので2番も満たしますね。土地一方だけでも抵当権が設定されていたら OK です。で、3つ目、競売が行われて土地と建物の所有者が、別人となった。今回その実行によりって書いてあるんですけども、これ抵当権の実行です。抵当権の実行っていうのは、まあ、競売ですね。一つが競売に挙げられます。で、競売によって土地と建物の所有者が異なるに至ったって書いてあるので3も満たしますと。したがって3つ全て満たすから法定地上権が設定されますよ。よって正しいですよということになります。で、今回法定地上権が成立するってことはどういうことなのか、ここをちゃんと理解しておかないと本試験の応用問題とか引っ掛け問題とかに引っかかっちゃうんですね。まあ、今回の問題で言ったら、今言った3つ満たすから法定地上権が設定されて、まあ法定地上権成立するんだで終わりなんですけれども、関連問題が出た時にちゃんと解けるようにするためには、法定地上権が設定される、法定地上権が成立する、これがどういうことを意味しているのかですね、ここをちゃんと理解するところまでやっておかないといけませんので、まあ、この点はですね、ちょっと長くなるので、個別指導でお伝えする流れになります。で、問2ですね。営業保証金の還付が行われ、高県知事から営業保証金の不足額を供託する旨の通知を受けた場合、A は通知を受けた日から1週間以内に供託し、供託した日から2週間以内に、高県知事に届け出をした場合、宅建業法違反となる丸か×かという問題です。で、答えは、
これは宅建業法違反になりませんので×ですね。営業保証金の不足額は免許権者から供託すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に供託し、供託した日から2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません。で、今回の問題っていうのは1週間以内に供託しているので、これ宅建業法違反にならないんですね。これ単に数字を覚えている方っていうのは、これ2週間だから誤りって思った方もいると思うんですよ。つまり問題文は1週間になってるから誤りだってことですよね。そのやり方をしてると、まあ、今回はね、×と答えられたかもしれないんですけれども、いろんな問題出された時に引っかかっちゃいますよ。単に数字を覚えてるだけだと。今回、ルールとしては2週間以内に供託しなさいっていう話で、今回1週間以内に供託したから、違反にはならないって話なんですよ。そこちゃんと理解してほしいんですよ。そこを理解してない方が意外と多いんです。単に2週間じゃなくて1週間になっているから×だって答えている人って意外と多いんですけども、それやっちゃうと、この問題は正解しても違った問題で引っかかっちゃいます。しっかり流れをですね、頭に入れておくってことが理解学習なんですね。まあ、細かいことを個別で覚えるんじゃなくて、流れ、ストーリーとして覚えていく。で、これが重要なんですね。で、何を覚えるかよりも、どのように勉強していくかの方がずっと重要なんですね。なので、まあ、個別指導では、まあ、そういった内容をお伝えをしております。まあ、今回の完封の流れについても動画でですね、お伝えしておりますので、個別指導の受講さんは、個別指導のメルマガからそちら、ご確認いただければと思います。で、問いさんです。市町村長は、地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、地区計画に適合しない行為の届け出があった場合には、届出をした者に対して、届出にかかる行為に関し、設計の変更、その他の必要な措置を取ることを勧告することができる。丸か×かという問題です。答えは、正しいですね。地区整備計画が定められている地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更や建物の建築などを行う場合、着手する日の30日前までに市町村長に届出が必要ですよね。そして、届出内容が地区計画に適合しないときは、市町村長は変更だったりとか、まあ、その他必要な措置を取るよう勧告することができます。まあ、よって正しいということですね。まあ、前半部分は、まあ、これまで勉強した内容で、まあ、後半部分については、まあ、少し考えてみたら当然だなって思いますよね。届出内容が計画に適合しないわけなので、まあ、適合するようにしてくださいって勧告すると、まあ、いうことですね。まあ、それほど難しい内容ではないと思います。そして試験1ヶ月を切った今、何を勉強したらいいのか、どのような勉強をしたらいいのか、これをお伝えできればと思います。この試験1ヶ月前はしっかり予想模試を行っていって、そこから弱点を見つけて、そこをしっかり克服していく。これがすごく重要になってくるんですね。なので大まかなスケジュールとしては、予想模試1回分について、だいたい6日ぐらいですね。6日ぐらいで、2回復習するっていうことを目標にするといいと思います。1日目に50問解きます。ここでもう2時間使っちゃうので、もうその日にですね、復習できれば復習した方がいいけれども、もしできないのであれば翌日以降で問題ございません。で、2日目は問1から問14ですね。権利関係の部分を行います。で、3日目が問15から32、4日目が30から50といった形ですね。ここは18問ぐらいかな。18問、18問、14問っていう形なんですけども、おそらく権利関係一番時間使うと思います。ここは理解しなければいけない部分が非常にたくさんあるので、一番時間かかるんですね。問題数は少ないけども時間かかると思います。一方で、3日目、4日目っていうのは権利関係以外なので、問題量は多いんですけども、比較的早く終わると思います。で、ここまでで一通り50問復習終えます。1回目の復習終えます。で、ここでやっていただきたいものっていうのは、曖昧な選択肢については三角。解けたけれども曖昧だってことですね。本当にちゃんと知識として頭に入っていて解けた。確実に解けたっていうのであれば、ノーマークでいいんですけども、解けたけれども、なんかちょっと知識曖昧だなっていったところは三角をつけておきましょう。で、解けなかった問題については×をつけます。そして、5日目、6日目で、今行った三角と×、ここを集中的に復習をしていきます。ノーマークだったらもう確実に解ける問題っていうのは、もう次やっても大体解けるんですよ。なので、そこは飛ばしていただいて、三角×を中心に勉強します。ただ、×の中でも、全く解説読んでもわからないっていうものがあるんですよ。で、そういったところは、それを理解をして頭定着させるって、そこまで行くのはなかなか難しいので、とりあえず解説を読んでわからないものはもう飛ばしちゃって構いません。重要なことは、どれだけ多くの確実な知識、
これを頭に入れるかなんですよ。曖昧な知識は10個あったとしても点数にならないんですね。一方で確実な知識が1個あればそれは得点に結びつきます。だからより多く確実な知識、これをつけていく、これが重要になってきます。だから曖昧な選択肢と解けなかったけども解説を見てわかるもの、ここに絞っていくっていうことがすごく重要なんですね。これを行っていけば実力は上がります。残り1ヶ月であったとしても実力を上げること可能です。で、この動画を見ていただいたのがもしかしたら15日前かもしれない。15日前だったとしても2回分の模試は2回復習できますので、その分は実力を上げていただきます。残り試験まで1週間かもしれない。1週間であれば1回分は行えますよね。その分実力を上げていただけます。だから最後まで諦めないっていうところがすごく重要です。ただ市販の模試だとなかなか理解すべきところまで載っていないので、その部分を自分自身で調べなきゃいけなくなっちゃうんですね。理解すべき部分を自分自身で調べなきゃいけない。そうなってくるとなかなかこの計画ではいかないんですよね。調べる時間も含めるとおそらく1日で権利関係14問これを全部復習するまではおそらくできないと思います。できて5問ぐらいだと思うんですね。そうなってくるともう全然時間間に合わないんですよ。なので市販の模試だとこのようにはいかないかもしれない。もっと時間かかるかもしれないんですけども、弊社の模試であれば理解すべき部分までも解説の方に載ってますので、この計画で進めていただけます。実際弊社の個別指導の受講さんも同じようにこの計画、もっと早い方は5日ぐらいで2回の復習をしていただいております。なので短期間で実力を上げたいという方はぜひ弊社の予想もしご検討いただければと思います。そして予想模試のお申し込みについてはこの動画下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。今年の合格目指して頑張っていきましょう。